カニサワインターチェンジは、秋田県北秋田市望沢麻畑が沢にある、秋田自動車道のインターチェンジである。青森川秋田川あたり IC は、秋田県道325号、大館の白空港再線と北秋田市道、カニサワ上入線との交差点が存在した位置に、高野杉市道路のインターチェンジとして建設され、2020年12月13日より、 高野巣西道路と共に供用が開始された。インターチェンジの形状はダイヤモンド型で料金所の設備はない。また、大館方向から降りる車両との白方向へ向かう、車両との平面交差地点では、大館方向から降りてきた車両が一時停止する、必要がある。東 IC より、終点方向は秋田県道325号が一般道として、 共用されていた部分を改良して自動車専用道路としたため、起点方向から走行してきた 125cc 以下の二輪車は、東 IC から流出しなければならない。そのため、歩行者や軽車両、125cc 以下の自動二輪車で、東 IC と空港方面との間を通行するための速度が、東 IC に並行して設けられている。また、c より、起点方向は、 一般道として強用されているため、秋田方面へはそのまま直進できる。実際には、高野杉市道路の事業中から、ランプ部が県道325号の一般道として通行可能であった。日延道、カニサは、大館の城空港13日開通、作業ほぼ完了報道を向け現場、公開 IC 周辺の通行形態変化。 北歯新聞社。http コロンスラッシュスラッシュ w w w h o k u r o k u c o j p スラッシュパブリックスラッシュインデックスラッシュ51スラッシュディテールイコール1 b id イコール 868r id イコール3943日本海沿岸東北自動車道のインターチェンジ名称が正式決定。秋田県 h t t p s w w w p r e f a k i t a l g j p u p l o a d s p u b l i c a r c h i v e 0 0 0 0 5 3 3 1 4 0 0報道発表資料 IC 名称正式決定 PDF ハット大立の白空港へのアクセス性が向上日本海沿岸東北自動車道 カニサワ IC 大館の白空港 IC 館が、令和2年12月13日15時に開通。秋田県、国土交通省東北地方整備局の白河川、国道事務所、北秋田市。2020年10月29日閲覧。ありがとうございます。